飯岡いおかすけごろ、いいおかすけご完成四年、1792年安政六年四月十四日、1859年5月16日は、日本の教閣。本名は、石渡助五郎。完成四年、相模国交豪村、山崎、現在の神奈川県横須賀市三春町で、反応反漁を営む石渡助右衛門の長男として、生まれる。 講談では、スケゴロウは、遠州灰原軍相良藩で、田沼沖継ぐに仕えた、家臣、青木玄内の子で本名をスケノ城と称していた、武家階級の出身としているが、これはスケゴロウが晩年に公爵士の神田白道寺を、江戸から呼んで、自身を課題に宣伝したフィクションの可能性が高いと、言われている。文化7年、1807年、相模国に、 地方巡業に来た友綱部屋の親方、友綱良介に大力を見出され、婚意にしていた名主、長島昌兵衛に相談して、自身の名前を広報村の人物庁から抹消した、あと、友綱部屋に入門し、相撲取りの道を歩む。しかし、親方の良介が休止したことで一年も経たず、力士になる夢を諦めて廃業。同年、当時自引網で、大量景気にはいていた。 九十九里浜に流れて、数佐国作田浜の網元、文五郎の漁夫となる。さらに文五郎死去の後は、岩資料の放漁地である、下宇佐国井岡、現在の千葉県旭市井岡に出稼ぎに出て、この地に定着した。相撲の修行時代に磨きをかけた大力で、井岡の玉崎明神祭礼の奉納相撲で名前を売り、この地に流れ着いて、 坊暴を働くヤクザも者を叩きのめして、男を挙げて、当時調子から飯岡にかけて、広大な縄張りを持っていた調子の五郎蔵の大歌詞となった。さらに、文政五年、1822年には五郎蔵から、飯岡一帯の縄張りを譲り受け、生業である飯岡の網元の事業も成功させて、名実ともに、房総半島の大親分となる。飯岡の漁港を整備する事業にも着手し、 台風や大しけで漁船が頻繁に遭難し、飯岡の成人男子人口が壊滅しかかった時には、生まれ故郷の皇后村や三浦半島一帯から、漁師の次男や三男を大量に移住させ、また護岸工事にも積極的に取り組むなど、飯岡の復興にも尽力した。この頃、利根川流域の笹川は、現在の千葉県、香取郡島の象徴に勢力を持つ15歳都市したの。 笹川茂蔵と知り合う。はじめのうちはやはり相撲取り上がりである茂蔵との関係は極めて良好だったが、やがて関東を取り締まり出役制度が整備されてスケゴロが、調子犬間陣屋から、関八周見回り役人を道案内するために銃、手っ取り縄を託されおかっ引きになると、両者の間が徐々に険悪になっていく。茂蔵の勢力が拡大して、 スケゴロの縄張りと隣接するようになると、両者の子分たちによる抗争が頻繁に発生し、両者の縄張り内にある三十五村の村役人が、赤八州見回り役人に、事態の解決を訴え出た。そしてついに、天保十五年、1844年、十手を預かるスケゴロに対して、重蔵逮捕の命令が下される。スケゴロは、 古文二十数名を引き連れて、同年八月六日に、重蔵逮捕に赴くが、事前にスケゴロの襲撃を察知した、重蔵法の奇策を用いた反撃に遭い、笹川方の死者は、用心棒の平手蔵主一名、飯岡方は八名を失った。この逮捕失敗に面目を潰された幕府により、スケゴロは入牢という屈辱を味わう。一方、茂造は、 逮捕を免れるために逃走して、欧州各地を旅していたが、高下四年七月四日、故郷に戻ったところを、助五郎の子分である、酒井やヨス三浦や、孫次郎、成田の人造の三名に、闇打ちされて絶命した。大黒柱を失った、笹川一家は、飯岡一家への復讐に奔走するが、赤八州掘りの助けを借りた、助五郎一家に次第に追い詰められていき、 海エ二年、1849年、重蔵の後を継いだ勢力富五郎が、東野省コンピラ山で52日間、役人といようか一家に、包囲されて自殺したのを際に消滅した。その翌年、海エ三年、1850年には、宝いこと寮により海エ版、天保水古伝がまとめられ、重蔵は、美青年で悲劇の若親分、助五郎は悪知恵を働かせ、 権力を振りかざして、重造を亡き者にする悪親という図式が全国に広まることとなった。しかし、晩年の助五郎は近所の子供たちから川端のおじいさんと呼ばれて親しまれる高校屋だったという。安政6年4月14日に67歳で病没した。重造一家や国定忠春など同時代の教格がいずれも非合の死を遂げた中にあって、天寿を 抹倒したスケゴロウは、地元では、畳の上で死んだ凶格と呼ばれている。下沢博の、懐で蝶が映画化されたことで、日本映画のヒーロー、座頭誌が誕生したが、この座頭誌は、飯岡スケゴロウ一家にはラジオ脱いでいた客人であると、下沢は、文芸春秋1966年9月号掲載の、新設座頭誌で語っている。飯岡に取材に訪れた下沢に、 土地の古老が語った死というちょっと変わった風雷棒の話が座頭誌に発展したわけだがその古老の話に登場する座頭誌は飲酒を禁じたスケゴロウの方針に耐えかねた子分たちが苛立って喧嘩を始めると仲裁に入ったり見えない目でマスを切って見せたりはしていたが映画に登場するような刃抜きの達人でもなければ人を切ったりしたこともなかったというなお 下沢は、佐藤氏が、スケゴロウ一家を去った理由を、スケゴロウが卑怯な手で重蔵を殺そうとしていたことを知ったからだと語っている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。